石崎春は、地方競馬の船橋競馬場、佐藤賢治旧社所属の騎手である。船橋競馬所属の元騎手である、石崎高行は ZIP。1983年9月28日、石崎高行の長男として誕生する。1999年4月、JRA 競馬学校騎士課程に、第18期生として入学する。同期入学には、五十嵐祐介。 田辺博信らがいる。しかし入学間もない4月16日付で退学。公式に発表されている退学の理由は内臓疾患による体調不良で身長が急激に伸びたため減量が厳しくなり大腸炎を発症したためとされる。ただし、この際、春を迎え行った父高行は、機手の道は中央だけじゃないですからと言ったといい。 これも一つのきっかけとなって、春の大学の真相については、様々な憶測を呼ぶことになった。その後は、治療に専念、回復後は、中央競馬を断念し、地方競馬に、進路先を変更。地元船橋競馬場の佐藤健治厩舎に所属し、状況担当兼務の休務員として、騎手見習いの修行をしていた。2001年5月24日に、地方競馬騎士免許を取得。 同年6月27日第4回船橋競馬1日目、第4競争 c 3八組条件戦丸子樹能で、初起乗。同年7月2日、第4回船橋競馬4日目第6競争3歳、条件戦をナイススターワンで優勝し、初勝利。2002年10月15日第17回全日本、新人王相派戦出場。同年ナーグランプリ優秀新人機首相受賞。 2003年地方競馬通算100勝達成。同年10月11日第3回東京競馬1日目。第9競争サフラン賞でベルモントレベッカに、騎乗のため遠征し。同日第1競争2歳未勝利戦で宮城エスパルに、騎乗し、中央競馬初騎乗。2005年4月6日、第2回大井競馬3日目第10競争第11回マイルグランプリを、ナイキアディライトで逃げ切り優勝し。 重症発生派。2007年11月6日、第10回川崎競馬2日目第9、競争金衆特別をザママーベラスで優勝し、地方競馬通算500勝達成。2009年2月2日、第11回船橋競馬1日目第4競争し、34組条件戦をバレンボイムで優勝し、6597戦目で、地方競馬通算600勝達成。 2010年10月9日、第11回大井競馬6日目第3競争 c 3一組二組条件戦で、マクロバイパーに帰乗予定であったが、体重調整に失敗、構成保持のため機種変更がなされた。これにより、実行2日間の帰乗停止処分となった。同年12月28日第16回大井競馬2日目、第9競争 L ウィング賞で、クラフィンライデンに帰乗予定であったが、 公正保持のため川島翔太郎に機場変更された。なお、これによる、機場停止処分等は発生していない。2013年12月3日、船橋競馬第10競争部座の国オープンを、エミーズパラダイスで勝利し、地方競馬通算戦勝を達成した。ありがとうございます。